はい、皆さん、こんにちは。志村たけしでございます。今回何やっていくかというと、今回は医薬品情報を確認していきます。その中でもザイダル。これを取り上げましたんで、今回の動画でザイダルってどういうお薬なんですかってことを把握してもらって、適切に使用できるようになってください。じゃあ、そんなザイダルなんですが、どういったものを含まれているかというと、主成分としてはレボセチリジンですね。これが含まれています。 じゃあ、このレボってどういう意味あるのかって話になるんですが、このレボというのは、光を左に曲げるっていうですね、そういったことを表すのに、レボっていう言葉がつきます。例えば、レボフロキ写真とかもありますけど、このレボフロキ写真も、光を左に曲げるよってね、まあ、そんな特徴があるということですね。なので、このザイダルの主成分、レボセチリジン、これどうかというと、これは、光を左に曲げるっていうね、そんな性質があるということ。これを知っておきましょう。 じゃあ、そんなことを把握した上で、概要を見ていきますが、このようになってますね。まず一つ目は、このように書かれてます。ラセミ体である、セチリジンの R エナンチオマーであるっていうふうになってるんですが、実はね、セチリジンって言われるお薬があります。まあ、商品名で言うと、ジルテックですね。っていうのがあるんですけど、このジルテックにはセチリジンが含まれている。じゃあ、このセチリジンどんな特徴あるかというと、このセチリジンっていうのは、 R 体と S 体、これが投量混合されてるってものになります。じゃあその投量混合されてる、そこからですね、R 体だけ引っこ抜いてきたもの、これが何かというと、レボセチリジン、ザイダルということになります。なので、投量混合物であるセチリジン、ここから R 体のものだけ持ってきましたよというね、そういったのがレボセチリジンなんだよってことを表してます。で、この R 体が光を左に曲げるんで、 レボっていうですね。そういったものが名称についてるっていう感じになりますね。じゃあなんで光を左に曲げるレボセチリジンだけを持ってきたのかというと、実はこういったね、背景があります。デキストロセチリジンっていうのがあります。これは光を右に曲げるものですね。ちなみにこのデキストロセチリジンは S 体ですね。S 体があるんだけど、このデキストロセチリジン、これに比べて、 ヒスタミン H1 状態に対する親和性がすごい高いっていう感じですね。まあザイダルって言われたアレルギーのお薬になるんですけど、そのザイダル、ヒスタミン H1 状態を遮断するってなるんだけど、このザイダルに含まれるレボセチリジンというのは、デキストロセチリジンに比べて、H1 状態に対する親和性がなんと30倍も高いっていうね、こんな特徴があります。なので、セチリジンを投与しても、ほとんどレボセチリジンが効果を示してるよねっていう風になったんですね。 じゃあもうレボセチリジンだけ持ってきたらいいんじゃないってことで作られたのがザイザルというふうになってます。ちなみにヒスタミン H1 状態に対する親和性が30倍高いってこともありますし、あとはこんな特徴もありますね。帰り速度が感情である。じゃあどれぐらいゆっくりなのかというと、デキストロセチリジンっていうのが半分帰りする時間が約7分っていうふうに言われてるんだけど、レボセチリジンはなんと115分もかけて半分。 乖離していくってことになるんで、レボセチリジンっていうのは H1 状態に対してすごい親和性が高いということと、一回くっついてしまうと長い間くっついた状態になるってね。そんな特徴があることから、レボセチリジンがすごい効果高いよね。アレルギーに対して効果あるよねっていう感じで、レボセチリジンだけを引っこ抜いて作ったのがザイザルと言われるお薬なんだよということになります。 なので、こんなことがありますね。セチリジンの半量で同量の臨床効果を有するということで、セチリジンの半分で同じような効果あるよねっていうふうになったよということです。まあ、そのことからこういうふうになってますね。2010年の10月にセチリジンと同様の適用書で承認されました。まあ、半分で効果ある。じゃあもうセチリジンと同じということで、同様の適用書で承認されたというね、こんな背景があります。 で、その後どうかというと、その後商人にも使用しやすい財形必要だよねということで、シロップ剤が作られた。これが2014年。で、その後どうかというと、最近なんですが、2020年2月に服用コンプライアンス向上の観点から水なしで服用できる航空内崩壊場、OD 上っていうのが承認されましたよって感じです。 ま、ちなみにですね、この動画を撮ってる段階ではまだ販売されていないということなんですけど、もう近々販売されるのかなって感じになりますね。なので今現場ではザイザルジョーってものとザイザルシロップってものがあると思うんですが、今後ザイザル OD ジョーっていうのはですね、まあ、現場にバーッと普及されていくっていう感じになりますね。まあ、これが概要ということになります。 ということで、セチリジンって言われるジルテックって言われるお薬を改良して作ったのがザイザルってふうになってると。で、そのザイザルなんですが、 これはレボセチリジンっていうのが含まれてて、デキストロセチリジンに比べて効果が30倍も高い。H1 状態親和性が30倍も高く、それと、あとですね、帰り速度がすごいゆっくりということで、アレルギーに対して効果高いんだよっていうふになってるということ。このことね、把握しておきましょう。ちなみにですね、まだジルテックってお薬使われてますけど、まあ、そのジルテックに比べてザイダルの方が 現状としてはたくさん使われてるっていう感じになってるんだということです。これが概要ということになります。じゃあこの後作用とかね、効能効果、副作用、そういったものを見ていきますんで、皆さんこの概要を踏まえた上で、作用、効能、効果、どういうふうになってるのかな、どんな副作用あるのかなってこと、確認するようにしてってください。 はい。じゃあ続き見ていきましょう。続きは何かというと、作用について確認していきます。じゃあ、どんな作用を持っているかというと、このような作用を持ってますね。選択的にヒスタミン H1 状態を遮断すると。それによって、どうかというと、アレルギー症状を速やかに改善するということと、あとは肥満細胞ってものから、ケミカルメディエーターですね。まあ、アレルギーの原因となるもの。これが有利されるということなんですが、この有利を抑制することによって、 アレルギー症状を速やかに改善するっていう感じになります。なので H1 状態遮断するってことと、肥満細胞からのケミカルメディエーターの有利、これを抑えることによって、アレルギー症状を改善していくんだっていうふうになってます。じゃあ、それだけの作用なのかというとそうではなくて、実はこんな作用もあります。抗酸球の輸送、あとは活性化、これを抑制することによって、アレルギー性炎症の持続と進展を抑制するということで、 抗酸球の活性化ですね。あとは郵送。こういったものを抑えて、アレルギー性の炎症の持続とか進展。これを抑制していくという作用がありますんで、このことも知っておきましょう。なので抗酸球に対してのですね、作用なんかもあるんだとされているのが、ザイザルと言われるお薬になります。じゃあ、抗能効果どうかというと、抗能効果としてはアレルギー性鼻炎とか、あとはジンマシンとか、湿疹ですね。 そういったものに効果があるよっていう感じになります。まあ、成人も小児も同じ感じですね。アレルギー性鼻炎、ジンマシン、あと皮膚疾患なんかに用いられるという感じになりますね。で、使用法なんですがどうかというと、成人は5ミリを1日1回投与する。何、錠剤で言うと1錠ですね。5ミリグラムの錠剤を1錠飲むよって感じになります。 ただ、効果不十分の場合は、1日10ミリまで使うことできるよってことで、2乗まで使うことあると。5ミリグラムの錠剤なんかを2乗まで使うことあるんだなって感じになってます。で、商人に関してはですね、年齢で段階的に容量を変えていくという感じになりますね。じゃあ、いつから使うことできるのっていうと、実は6ヶ月からですね、使うことできます。 で、6ヶ月から1歳未満の方は、どうかというと、1.25mg を1日1回となってますね。まあ、シロップで投与していくということなんですが、シロップで言うと、2.5ml。これを1回投与するっていうのが、6ヶ月から1歳未満。じゃあ次どうかというと、次は1歳以上7歳未満というふうになってるんですが、1歳以上7歳未満になると、2 2 5 m g を1日2回使います。まあ、シロップで言うと、2.5ml ですね。これを2回使っていくって感じになりますね。 で、次は7歳以上15歳未満というふうになってるんですが、まあ、7歳以上15歳未満まで来ると 2.5mg を1日2回っていう感じになりますね。なので5 m リを半分に分けて使うみたいな感じになります。で今まではどんな感じで使ってたかというと、5mg の錠剤これは半分にしたりとか、シロップでいうと 5ml を 一回飲むとかいう感じにしてたんですけども、まあそれはすごい不便だよねってことで、OD 上では 2.5mg の状態が出ました。なので、OD 上の場合は 2.5mg1 錠なんかでいいよねっていう感じになるってことですね。ということで、小児に関しては年齢で段階的に使い分けていく。 生後6ヶ月以上で使うことできて、1歳までは 1.25mg を1日1回。そして1歳から7歳までは 1.25mg を1日2回。そして7歳から15歳ってなるとどうかというと、2.5mg を1日2回使っていくっていう感じになっているということです。これが使用法についてのお話ですね。まあ結構在宅なんか処方されるんで、この使用法についても把握しておくのがいいかなっていう感じになります。 はい。では、続き見ていきます。続きは何かというと、使用するにあたって注意すべきこと。これを確認していきますが、まず、このザイラルっていうのは、アレルギーのお薬っていうことで、眠気を誘発しやすい。 ヒスタミン H1 状態ですね。これを遮断するということで、中枢なんかに移行すると眠たくなるよねってことで、こんなことに注意しなきゃいけないということです。本来の服用によって眠気を促すことがあるため、自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないよう注意しなきゃいけないということで、自動車の運転なんかしないかなってこと、そんなことに注意していかなきゃいけないよということです。あとはどうかというと、あとは季節性の患者に投与する場合ですね。まあ、花粉症とかですよ。 ある季節になると花粉症ひどくなるって人まあそういった人に投与する場合には後発季節を考えてその直前から服用を開始するで後発季節終了時まで続けることが望ましいとされていますまあこれはどういうことかというとケミカルメディエーター有利抑制作用なんかがありますんで早めに投与しておくとケミカルメディエーターアレルギーの原因となるものが有利されにくくなります それによってアレルギー症状が軽くて済むよねっていう感じになるので、後発時期よりも早めに投与しておいた方がいいということです。あとは後発時期終了するまで飲んでおくと症状を軽く済むよねっていうふうになってますんで、まあこのこともね、注意しておくといいかなと思います。 もういつも2月ぐらいになると症状ひどくなるなって人はその2月になるちょっと前からザイザルなんかを飲んでおくとより効果が高く現れるということでこのようなことも使用するにあたって注意すべきことに上がっているということですね。だと副作用なんですが、経緯があります。で、まあ、抗アレルギー薬、今ね、現状すごいね、眠たくなりにくいものがありますね。眠気すごい少ないものがあります。例えばですね、 ビラノアとか、まあそういったのねすごい眠、ね、気少ないって感じなんですがマ、まあ、ザイダルはですねまあ 眠気は少なく作られてるんですけど、ビラノアとかに比べたらちょっと眠気が起こりやすいかなっていう感じになりますね。まあ、フェキソフェナジンとかもあります。アレグラとかもあるんですけど、それも眠気すごい少ないんですけど、それらに比べてザイダロはちょこっと眠気が現れやすいっていう感じになりますね。なので、軽眠なんかに注意していかなきゃいけないってことですね。なので、副作用の中では特に軽眠が、まあ、よく出るって感じですね。眠たくなることがあるよってことです。あとは、頭痛、疲労。 あとは、肝機能検査、血の上昇なんかがありますんで、まあ、長期的に使う場合は、肝機能なんかも見ていくのがいいんじゃないかなって感じですね。で、重大な副作用としては、ショックアナフィラキシー、軽電、肝機能障害ですね、横断。あとは、 結晶板現象、こういったものが報告されているよということになりますので、まあ長期的に使う場合は血液検査なんかしてですね、異常値ないかななんてことも見ていくことが望ましいっていう感じになります。ということでこれが何かというと、これがザイザルについてのお話なんですが、どういったものが含まれているのか、使うにあたってどんなこと注意したらいいのか、そして使用する量どうなっているのかなんてことを把握してもらって、適切に使えるようになってください。それでは、また。